2022年北京冬季オリンピックの聖火リレーに関連する聖火当地、ランタン、聖火皿、聖火ランナーのユニフォームなどのデザインと仕様が20日に披露された。ランタンは、全館の聖堂器長身九頭を原型としており、長身は、中国語で、永遠なる新年という意味で、光と希望を求める人々の憧れを表すデザインになっている。聖火皿は、古代中国の聖堂霊器「尊を参考としたデザインで、 ランタンやトーチに合わせた設計で、いずれも環境に優しい素材で作られている。其实火种盆和火种灯，它本身，呃，跟火炬看到它它是有关联的，啊，它都是一个，呃，丝带飘扬，从底下贯穿上来，一直往往上面走，因为它是一个大系统。因为在整个的冬奥的景观设计里头，你可以看到从标志。 2022年北京冬季五輪の聖火は20日午前北京に到着。これに先立ち、北京冬季五輪の聖火の再火式が18日、古代五輪発祥の地とされるギリシャオリンピアに残るヘラ神殿跡で行われた。北京の五輪タワーで一般公開後、一部の都市で展示する予定。 2022年2月2日から4日にかけて、北京市内、北京市円形区、河北省庁加古で1200人のランナーが参加する聖火リレーが行われる。また、オンラインでは VR 技術や WeChat のミニプログラムなどによる宣伝で多くの参加者を引きつけている。